なんかあの私大学ここに長崎にいた頃からじゃなくて大学の在学中になんかちょっと病気になってずっと通院っていうか1ヶ月に1回点滴を打ったりしなきゃいけない感じなんですけど、それもあのそのどの科に行ってももう4ヶ月目あって私毎月打ってるんでもう4回は打ち終わってるんですけど、その半日ぐらいかかるんですよ点滴が私の場合。そうなんですよ、1時間なんですけど診察も合わせたら半日ぐらいかかって、まあ、半日いなくなりますってこっち側はすごく申し訳ないと思うんですけど、先生たちは一番自分の体を大切にしてもらうことが研修の上で先生たちが一番大事と思ってくださってるからもう全然行っていいよみたいな言ってくれるんで、全くもう病気があって心配、その通院で抜けることが心配って思っても自分は思ってても先生方はすごく優しくしてくださるし、あと自分の体がきつくなってきてもそのちょっと言ったら先生方もちょっと休んでていいよとか、うん、あとリフレッシュ休暇みたいなやつがあのもう入ってすぐに3日間ぐらいこう渡されて有給あるんですよ、有給あります、ね、有給扱いで休むことが3日間できるんで、そのきつくなってもすぐに休めるし、うんって感じですかね。あとメンターの先生にも一応自分の病気のことを伝えておいたりしてます。